ヒカキン TV Every day ゾンダイゾンゾンダイ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 ゾン。ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。ここ新居に引っ越して、実は前の家で使ってた古い掃除機を、捨てちゃいました。もうなんか調子も悪かったので、でこの度最近ね話題の掃除機を買ってみました。それがこちら。ダイソン V6。 はい、こちら Amazon で買いました。なんかね、機種名はダイソン V6 フリッフィープラスでいいのかな。良さげなやつを買いましたね。あのコードつないでね、コロ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 こう動かすやつじゃなくて、ワイヤレスのこうスティック掃除機みたいなやつですね。初めてこういうの買いました。開けてみよう。なんかね、ここにほらなんかアップルの開発者みたいな人いますけども、これはアップルではございません。ただなんかダイソンってこうアップルみたいな、なんていうんですかね、別格感あるじゃないですか。別格の世界の掃除機みたいなね。世界のダイソン、おいろいろ入ってんな。これ中心部分ある、ほら鳥の丸焼きみたいな形してるけど、ほら鳥の丸焼き、これにつけるわけだ。へえ、おお、なるほどね。はい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 、こうなるんだ。こうほらほら、なんかスプラトゥーンみたいだね。ええ、キュイーン、キュイーンって言った今。えっ、おめでとう。すごいパワーだ。これあの先っぽの部分ですね。これね、こうやって、OK、これね。うわ、なんかいろんなの入ってんな。あったあった、こっちか。あれなんかちっちゃいのもあったり大きいのもあるみたいな感じですね、これ。ただメインはこれっぽいね。あれ、あ、こっちか。あ、来た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 、お、来た来た。よし、あ、いけた、お、きた、きた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 、すげえ、これでできるんだ。おお、すごいすごい、ここ見ててください。いきますよ、せーの。おお、あの、これほら、あの床屋さんみたいになってる、ほら高速、高速床屋さん。いらっしゃ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 い。すげえ、なんかね、この先っぽの部分がいろんな形のやつがあるっぽいですね。細いとこやったり薄っぺらいとこやったりかわかんないけど、こんな風にも使えるんだね、これね。すごいよこれ、ほらここすごいもん。うおおおお、すげえ。はい、それではですね、今日は、新居のね、家の中すべてキュイーンってこれで吸いまくったらどれだけゴミが取れるのかやってみたいと思います。まあ、とはいえ引っ越してきたばっかりなんで、部屋のクリーニングとかされてるんでそんなにゴミないと思うんですが、まあ、僕が持ってきた段ボールとかにねホコリとかついてて、もうそれが飛び散ってるかもしれないんで、隅々までやります。いくぞ、お掃除スタート。ほんの2、30秒吸ったら、これ見てください、これ。これわかります？これ。これゴミの、ホコリの塊っすよ、これ。そんなゴミあんの？これ。すげえ、ダイソン。3台。すげえ。ガンガンやってきます。よし、オッケー。あれ？あれ？電池切れた。買った最初は充電がね、あんまされてないみたいですね。ちょっと充電します。はい、充電開始。充電にしてもかっこいいな。はい、今30分くらい待ちました。で、説明書によるとね、フル充電するには3時間半くらいかかるみたいなんで、まあ、とりあえず
外します。時間がないもんでね。すいませんね。行こう行こう。再開します。うん、使いやすい。ラスト、寝室、行きます。オッケー、オッケーです。それでは見てみましょう。多分ね、吸ってる時間はほんの数分だと思われます。やべえ、これどうやって外すんだ。これ失敗して全部ぶちまけたら大事故だからね。怖え。あ、ポンプス、ポンプス、なんだポンプス。で、やったよ。え、ぶちまけた。ちゃんと読みましょう、説明書。あ、そういうこと。なんかですね、この舌が抜けるみたいなんですよ。僕てっきりこの透き通ったのがポコって外れて逆さにして捨てると思ったんですけど、ここが外れる、ほら。うっ、あ、でも、え、うわ、あ、こういうこと。うわ、すげえ、ご覧ください。うわー、やべべべべ、すげえ、こんなにいっぱい取れてる。これがダイソンの力。まあね、説明書読まない僕がアホだったんですけれど、すごい量取れました。結局吸わなきゃ。あれ、あ、電池が切れた。ちゃんと充電してないから。あ、ここ吸いたかったのに、このこぼしたところ。まあいいや、後で吸います。ただね、僕がね、説明書読まなかったり、あと充電しっかりしなかったりなだけで、それ以外ほんとパーフェクトですね。これほんとによく吸い取れる。あとワイヤレスっていいですね。買ってよかったです。ビヨンビヨン、とりあえずヒカキンズポイント、ワンハンドル。ワイヤレス初めてっていうのもあったんですけど、うわぁ、相手全部出ちゃった。閉まってなかったのか。ああ、これが閉まるのか。やっちまった。うわぁ。まあいいや、格好もいいし吸引力もすごいし、買ってよかったです。一応僕が買った、このモデルの、リンクは概要欄に載せておきます。まあ、気になった方はぜひご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はビン、じゃんけんポン、バイ。